筒香、23日阪神戦で一軍昇格へ。米大リーグ、ジャイアンツを FA となり、DeNA に5年ぶりに復帰した筒香嘉智外野手32が、20日のイースタン、巨人戦、横須賀で実戦復帰することが19日、分かった。三浦大輔監督、50、がヤクルト戦、神宮、の前に、明日、ゲームの予定です。と明言。指名打者で3から4打席立つ予定で、順調に実戦を重ねて、早ければ23日からの阪神戦、横浜での昇格の可能性も出てきた。筒香にとって3月のオープン戦から約1ヶ月ぶりの実戦であり、NPB の公式戦では19年9月19日、広島戦以来、1675日ぶりの出場となる。入団決定後、古巣での練習は3日目で、昨日、おとといで強度を上げて、体の張りをわざと作った。今日は予想通りの張りで、逆算しながらやっています。この今強く出ている張りが抜けたらコンディションもかなり良くなってくると思う。と自身の描くプランに沿って、順調に調整は進んでいるようだ。いや、早すぎないか。いくらなんでも一軍は早すぎる。とりあえず雰囲気変えてほしいんやろ。ファームで応援歌合唱という異常な光景が見られるのか。しっかり守備についてファームでフル出場してからになるかな。筒香といえどちゃんと調整して上がってきてほしい。阪神2連戦は青柳当たらないから昇格は26日でもいい。陽光数かの空高くー。ファームでは実質今年の一番の盛り上がりになるやろな今日は。